大丈夫かな。この次は、めぐみさんの、リスト。あ、接続してます。あ、今度は大丈夫です。私の方は大丈夫ですか。私の方は大丈夫です。よかったです。皆様に、バレエとかもね、見たことない人も見てると思うんで、めぐみさんのご紹介をさせていただくと、めぐみさんは、コンテンポラリーダンスとか、そちら分野の作品をたくさん踊られてきた方で、あれですよね、私は、クラシックバレエをずっとやってきているので、例えば古典バレエとか、あとまあその流れで、ジョージ・バランシンっていう人とか、あとチューダー、アントニー・チューダーとかね、あとローラン・プティとか、そこら辺の振り付け家までの作品をいろいろ踊ってきたんですけれども、めぐみさんはその後の世代 の振り付け家 の作品を多く踊ってきてるっていう感じですよね。そうですね、なんか私も最初モナコのバレエ団に入っていた時に、バランシンとかチューダーとか、はい、そのネオクラシックっていう時代でしょうかね、その時代の作品のものをたくさん踊って、でその後にオランダに移ってからは時代的に言うと戦後生まれのっていうのかな、なんかそういう振り付け家 のキリアンさんとか、オハナハリンとか、マッチェクとか、その時代の方たちと仕事をして、もうあれですか、ネザーランドバレーシアター、ネザーランドバレーシアターっていうのかな、ダンスシアターって言って、ネザーランドシアター、ダンスシアター、ダンスシアター、ごめんなさい、そうですね、そこには何年ぐらいいらしたんですか、そこにが一番長くいらしたっていう感じですか、9年ぐらい、10代の頃から21歳からですね、なんか最初パリに、パリのユースバレーっていうところに就職して、それから、アビニョンのオペラ座とか、モナコのバレエ団とか、フランスで少し活動して、21歳からオランダに移って、20代のカンパニーに入って、レディランダンス姿で踊っていました。でその後は、ヨーロッパではその後も、しばらくヨーロッパにいらしたんですか。そうですね、そのままオランダに住み続けて、オランダ語でセルフスタンディヒっていうんですけれども、営業っていうのかな、自分で自立して個人事業というか、振り付け家でありつつダンサーにもあり続け、そしてキリアさんの作品をいろいろなカンパニーに教えに行くっていう、その2を並行してオランダで活動してたんです。じゃあ結構早いうちから振り付け指導の仕事もなさってたっていう、30代前半ぐらいからもうそういう仕事もなさってたっていう感じなんですか。そうです、20代の後半から、振り付け指導も、はい、振り付け指導っていうのはあれですよね、その振り付け家の、信頼している人がね、例えばキリアンさんならキリアンさんの振り付けを、例えばじゃあオペラ座しますとかって言った時も、今でもめぐみさんは教えに行ってらっしゃるんですよね。今は大体なるだけ国内でできることっていうことでやってるんですけれども、まあでもなんていうのかな、その作品を上演する際にステージングとかそういうのをしたりとか、まあ それが振付指導者 の仕事ですよね。そうです、振りを移して、で明かりをつけたりとか、おけ合わせみたいなことを担当したりって、そういうまでこう引っ張っていく形の仕事になります。まあそういう経験があるからこそ、まあ振り付けもね、誰でもできるわけじゃなくて、やっぱりそのダンサーになるよりも振り付け家になる人はもっと数も少ないし、もっとその
なんていうのかな、振付家として一人前になるっていう方が本当にハードルが高いと思うんだけれども、でもそういうなんていうのかな、そういうその振付指導とかそういうような仕事の経験もすごく生きてると思うんですけど、そういうことですか？私は振り付けはしないのでよくわからないんだけれども、そうですね、なんか踊りだとバレエ学校っていうのがあって実技と習うことができますよね、うん、ベパドブレピルエットのやり方とか、うん、やり方とかっていうのを教えてもらってプロのダンサーで、うん、活動し始めて、うん、最初はこう新人でバレエ団の中で先輩を見ながら、うん、教育してもらうというか、ゆっくり丁寧にプロのダンサーとしてキャリアを積んでいくことができるんですけれども、うん、振付家っていうのは逆にあんまり学校とかないですよね。学校なくって、うん、世の中に作品を出した途端に、うん、一人ぼっちっていうか、こう大きい組織の中でゆっくりっていうのとは違う状況で作品で、うん、できないので、なかなかこの、うん、先輩から経験を教えてもらうっていう機会が必要だと思うんですけれども、うん、そのように振付家の、コーチとかステージに行くっていうことをしてたことによって、経験値が少し積み上がるというか、ね、ごめんなさい、ちょっと私が大変なことに気がついて、バッテリーが少なくなってますっていう表示が出ちゃって、やだ、もうちょっと待ってくださいよ、これこれで、大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫、失礼しました、びっくりした。ちょうどあれですよね、私は前もちろんめぐみさんが踊ってる時から めぐみさんの活躍はどういう活躍かっていうのはよくダンスマガジンとかね、そういうものにも私たちの時代はやっぱりもっと海外 のバレエ団も日本にたくさん来ていたし、やっぱりこうバブルの流れですごくダンスが盛り上がってたっていう時期だったと思うんですよね。で今とやっぱりちょっと環境も違って、でやっぱりその海外と追いつけ追い越せみたいな勢いで日本の中でも海外の作品を上演するっていうのがやっぱりそのバレエ団のステータスで、そういうところも求めながら国内のバレエ団もこう一生懸命こうやってたような時で、うん、なんとなく全体的に芸術関係も活気があるっていうような時期だったと思うんですけど、まあ、これは世界的にそうだったと思うんだけれども、やっぱこう今のその今の日本だと、まあ、世界的にも経済状況もその時とは違うし、踊りを取り巻く環境も昔と今とじゃあ世界的にも違うと思うんですけれども、なんか最近あれですよね、めぐみさんはコレオグラフィックセンターオブジャパンっていうそういう、これはどういうことを立ち上げられたっていうことなんですか？そうですね、もともとかなり数年前から企画してプレ事業なんかをこう積み重ねながら今年の4月に一度始めたところなんですけれども、私が自分がこうダンサーとしてずっとからいろいろなところでキャリアを積み上げてきて、でなかなかこうダンサーとして振り付け家としてどのようにキャリアを積んでいくとどうなるみたいな、うん、マニュアルみたいなものってないじゃないですか、うん、なんか、うん、直感とかたまたま導かれてとかっていうことで自分の人生を、うん、本当にこう大海原の中を小さい船に乗って一人で旅してるような、うん、自分が持ってる羅針盤が正しいのかマップが正しいのか分からないまま、うん、こう旅をしてるような感じが私の舞踊活動っていうか舞踊人生ってずっとしてるような気がして、うん、でなんかなんかすごくこうなんか嵐みたいな時とかなんかそういう時には、うん、こう常に自分が身を寄せることができる港のようなところが自分には用意されてたなと思って、うん、で劇場であったり昔からの友人であったり家族であったりっていろいろ
だと思うんですけれども、なんかこう人が思い切って活動を展開していくためには、うん、港っていうのがあって、うん、いざ寄せることができて、うん、でそこで新しい水みたいなインスピレーションをもらったり、ちょっとこう、うん、ことができたりとか、そこに集まってるいろいろな人から新しいこうエネルギーとか情報とかをもらったりして、もう一回こう自分の地図みたいなものを見直して新たにしているような、うん、なんかそういうふうな場所が私には常にこう用意されてたように思って、うん、まだ自分も本当に自分自身もまだまだその旅を続けてるんですけれども、今旅をしている人たちに自分が今度はこう港として、うん、どう支える役割を担いたいなっていうふうに、うん、でそれが思いで始まったことなんですけれども、うん、そういう思いに賛同してくださる方が集まって、うん、こう組織として固まって、うん、一つにはその踊り手っていうものをサポートしていきたいっていうことと、うん、また踊ってくださる踊りをこう好きな方とか、踊りをこれまでは見たことがないけれども、これからこう、うん、もしかして見てもらえるようになるっていうこととか、こうなんか踊りがある社会ってなんかこう文化を持ってる社会というか、なんかそのとてもいい社会だと思うんですね、うん、なんか日本も踊りっていうものが、うん、昔からこう脈々と続いて、で西洋が入ってきて、こう様々な教室があって、公演があって、バレエ団もたくさんあってっていうふうに、こうなんか文化が息づいてるなって思うんですけれども、なんかそういう文化って本当にその芸術に携わらない社会の一人一人のこう船員が、あ、そういう文化のある社会っていうのを担っている、うん、なんかそこをこうなんか一人一人がそういう社会を作っている船員であるっていうの、うん、なんかそういうこうなんか実感が持てるような、なんかそういうがいいなって思って、うん、様々プログラムを今考えて、うん、これ着手していこうと思っているところです。私もインスタにアップしたんですけれども、レクイエム鎮魂歌っていうめぐみさんが踊って、でこれみんなで踊ってみてくださいねって言って発表した短い作品があるじゃないですか。で私もあれはああいう形で振り付けをみんなに提供してね、でやってみてねっていうような、そういう提供の仕方って今まで見たことがなくて、なんかこれは発明に近いんじゃないかと思ったんですよ。で私いつも思うんですけど、うん、なんか古典バレエとかを見に行くと、うん、眠れる美女とかジゼル、うん、なんかそういうものって本当にこうビデオから覚えて、若い人も踊れるし、全然でも白鳥の手だけはこうできたりとかで、なんか、うん、古典になっていて、すでに著作権みたいなものが切れてるものっていうものが、うん、なんか人々がだからこうアクセスできるってすごく素敵だなっていうふうに思っていて、例えばこう楽譜さえあればバッハの曲でも本当に楽しくてもちょっと触れることができたりとか、うん、とかできることができたり、でも同じような曲がものすごくこう訓練を重ねたプロの人が同じような曲を弾いてたりっていう、なんかすごいその厚みっていうのが素晴らしいなと常々思っていて、うん、なんかどうしても私たちの今の時代ってこの著作権っていうもの、歴史財産っていうところが、うん、でなかなか今例えばこうキリアンさんとかの素晴らしい作品とかがあっても全ての人が踊れるわけでなかったりとか、うんうん、あるじゃないですか、そういうルールみたいな、うん、はいはいはい、コロナウイルスのこの自粛期間でなんか不要不急の外出は控えてくださいみたいにこう声がけがあったりした時、うん、なんか自分は踊り手で常日頃こうなんか踊り社会のために役立ちたいなと思っていたけれども、うん、実際こういうことになると自分のやってることって不要不急というか、今じゃない、うんうん、なるだけ家でおとなしく静かにしているっていう風に心がけてみたんですけども、うん、こうなんかしばらく経つうちにニュースとかで
なんかすごいこう多くの方が亡くなって、うん、家族がその子とこう見取ることができなかったり、うんうん、で言って、あの、うん、遺体を引き取ることもできなかったりっていうのを聞いて、うん、すごくこう胸にぐっと、あ、何かかるとして、うん、こういう時こそできることがあるんじゃないかなっていうふうに、なんかあのすごい思い出しちゃって、うん、でそこからあの私が数年前に作った作品で、あのハムレットっていう作品があるんですけれども、うんうんうん、でハムレットっていう作品の中で、あのオフィリアってすごい悲しい死に方するじゃないですか、うんうんうん、そうするけれども、あので同じ女性としてなんかそういう悲しい死に方をしたオフィリアの魂がまだ悲しいままさまよってるような、うん、まあ、大人物じゃなくて物語の人物なんだけれども、うん、今もこう悲しい魂としてさまよってるような気がして、うん、で彼女を癒やすためのこうあのデュエットっていうのを一つ作ったことがあるんですね、うん、私が自分で作って自分で演じていて、うん、あ、なんかオフェリアはあんな悲しいか踊りあの死に方をしたけれども、うんうん、の中で本当にこう心からその死を悼んで抱きしめてくれる人が いて、あ、彼女は死に方をしたけども、うん、この子を彼が涙を流して抱きしめてくれることによってその魂が救われてるっていうふうに、あ、なんか自分が死んだ時にこれほどこう切実に涙を流してくれる人って本当にいるのかなって、なんか自分が作った作品を自分が踊ってて自分の役な、うん、自分の作った役に少しこう、あ、彼女は良かったなって思うのと反面こう自分の中の孤独みたいのをすごくこう感じた瞬間があって、うん、で今回この鎮魂歌っていうものを作りたいなって思った時に、あ、うん、って本当は二人じゃなきゃ踊れないものなんですけれども、うん、これを、一人で踊れるソロに、うん、その安幸さんと一緒に、かあのリモートで、うん、あのリハーサルをしながら、うん、でこうちっちゃいひゅっとしたコンパクトな、うん、それこそ家で椅子だけあれば踊れるし、踊りを習ったことない人でもほんのその一振りだけでも踊れるような、なんかそんなものを作りたいなと思って、それはもう本当に著作権とか、うん、あのそういうことを考えずに人々があの踊りたいように踊れるようなものができたら、うん、で、あのこの自粛中に、うんうん、この部屋でこの部屋でコンピューターをこう通じながら作った作品なんですけど、まあ今お話を伺っていてももう本当に感受性があの強いっていうか、私ね、あの今まで何回かしかお目にかかってないし、あの、ね、一度あのワークショップにも呼んでいただいて、でどなたかあのアメリカ折原さんね、あのミキさんを招いて、マーサ・グラムのなんか作品を教わった時に、私はあれ1回か1日か2日しか全部出席できなかったんですけれども、その時に初めてお目にかかって、あとこの間ね、あの私があのダンスの動画を作るので、ぜひ中村さんにあのめぐさんにも出ていただきたいなと思って、そこでお話をしたりとか、あの LINE とかでやり取りしてっていうことで、もう本当にあの繊細っていう、まあ、あとすごいきちっとしてて繊細な人っていうねイメージあとね、めぐみさんはあの私ね、実際にめぐみさんが踊ってるところってもしかして見てないんですよ、舞台では。そうですよね、日本で、うん、あの特に NTT の時とかも海外にいるので、うん、私は多分本当にちょっとしか日本で踊っていなくて。そうですよね、それででもあのテレビとか、まあ、あと YouTube とかそういうその映像で見るときにもう、ね、めぐみさんが映るとね、あの画面が変わるんですよそうで、私が思うその理由っていうのは、めぐみさんのようになんかね、あのなんていうかな、重心が低い人ってあんまりいないと思うの。あ、そうですよね。そう、あのね、立ち姿のね安定感っていうか、もうあのめぐみさんが映った途端に画面の雰囲気変わっちゃうぐらいの安定感なのよ、体ので
で、NDT とかずっとこう活動してる時に、カンパニーアジア人一人だったじゃん、だったんですね、常に。でもキリアンさんとかに、地球の引力に束縛され、縛られてるとかって言われてて、やっぱりこうアジア人の重心が低いじゃないですか。で、まあ、その重力に縛られてるっていうところをなんとか脱却したいと思って、常にこうなんかバレエのこの体を上に引き上げてみたいなのはすごくこうだけれども、でもこのやっぱりこう重心がぐって下にあってっていうのはなんかアジア人独自の化なんか粧。ね、海外の人にもいないし、であと日本人でもやっぱりほら、日本人は重心低めって言っても本当に重心が低いっていうのは本当に体を鍛錬してないと重心が低くなっていかないじゃないですか、本当のところだと。やっぱり重心が下がるってことは、やっぱなんていうの、こう気が下がってるっていうか、その上がってないっていうのはこうかなり体もできて、なんていうのかな、こう何をしても安定してるっていう身体と精神がないと重心が低くなっていかないと思うんですよね。それが一致して初めてそういうことになるんだけど、こんなに低い人いないなっていう感じで、もうね、初めてテレビかなんかでもちょっと映った時に、なんかたまたま見た時にめぐみさんが踊ってて、何これって思ったのね。それで YouTube とか見てもやっぱりなんだこれっていうのはあるんだけど、この間もこれ私がめぐみさんとちょっとこんな感じでって、ね、めぐみさんの後に私が出てくるから、なんとなくその動きでもなんとなく雰囲気に関連性が持てるといいなっていうことでちらっと話をして、こんなのどうかしらって言って送ってきてくれたのを見た時に、また画面が全然違うの。なんかね、安定感が独特なんですよ。で、これはなんかめぐみさんじゃないとこういう雰囲気にならないみたいな、それぐらい強烈なものだと私は思っていて、で、だからそれはやっぱりその縛られてるっていうふうにキリアンさんがおっしゃったのを、やっぱこう意識的にそうやって自分の中でこう取り入れて、こうなんていうのかな、自分の中で獲得したものなんじゃないかなっていうのを今ちょっと思ったんだけど。なんか私は結構すごく若い時に高校生で球技大会、の時にすごい捻挫をして、足首すごく悪くって、で、あとその足首関連で二十歳の頃からものすごい腰痛持ちで、そうなんです。だから結構このなんか体の下半身部分にどうしても注意が行きがちっていうのはすごくあると思うんですね。こう足元とかすごく注意深くなってしまうっていうのはもともとかなって思うんですけれども、その後に気功っていうんです、オランダにいる時に太極拳みたいなやつ？チーゴンっていうんですけど、チーゴンっていうのは多分日本でいう気功だと思うんですけれども、マシュラーアートっていうのなんか、こうなんか相手がわってきたらこう気を受け止めてとか、そういうメディテーションみたいな、体を動かすメディテーションみたいなものを長い間習っていることがあって、でその時木のように立つっていうエクササイズがあって、バレエでいう2番みたいな、パラレルの2番みたいのに立って膝をちょっと曲げて、なんかこんなことしたまま、なんかとても長い間、すごい長い間、このままずっとこう、ようなメディテーションみたいなこととかも結構、こうなんか、やるような、そういうエクササイズなんですけれども、足にこう、足をつけてエネルギーを下からもらって、下にこうリリースして、なんて、自分の体を通して、大地からもらって、空に拡散して、空からのエネルギーを自分の体を通して大地に戻してあげるみたいな、こうチェーンっていうか、こう自分の体を通してあげて天と出るみたいな、なんかそういうようなエクササイズで、でその中でこう体を動かしたりするようなエクササイズで、それを結構長い間やっていて、なんかそれも多分膝を曲げてるような、腰を落としてるエクササイズなので、ここ重心が下にっていう風になる。へえ。上がってたのかななんとも思うんですけど、ななかるほなか、ど。
どういう特性っていうのわからないんですよね。あの、うん、うん、でなんかあの前なんか将棋の将棋やる方が書かれてる本で、うん、あの短所を直そうとすると短所と長所はくっついてるから、うん、短所と長所もなくなるって書いてあって、多分私はすごく自分の短所っていうのをそのもたもたとずるずるとこうなんか地を這うようにゆっくりずるずるしてるのって自分の短所だと思うけれども、他の人が見た時それが長所に見えたりとか、うん、なんかそういうこともあるのかななんて今お話を伺ってて思いました。なんかそれでね、あのレクイエムっていうあのチンコンカっていうあの踊りを見て、やっぱりあの短いながらも本当にこう起承転結、あとやっぱりその振り動き一つ一つがあの、まあ、私あの制作過程 の動画も見ましたけれども、どういう意味で振り付けてたっていうのもね、でもやはりそれもあのそれを見ればめぐみさんがどういうつもりで振り付けられたかっていうのは分かるんだけれども、でもあのそれを見なくてもやっぱり自分なりにちゃんとあの一つ一つこうなんていうのかな、あの動きを追ってそれをちゃんとその動きをどういう動きなのかっていうふうに考えると、ちゃんとこう、そのなんていうのかな、何かこう自分とその作品あのそのレクイエムの動き一つ一つと接点がちゃんと見つかって、それで、うん、あの初めから最後までがちゃんとこうなんていうのか、その起承転結のその構成に沿ってね、あのきちっと自分のものになるっていうことがすごく成立してる作品だなと思ったんですよね。でああいうのをあのやっぱりその見ながら いくらだって研究できるじゃないですか。あのそんなに動きが大きくないし、もう本当にあそこで行われてるのは手の動き一つ、あとでもやはり全身 あの踊りには違いがないわけで、あのただ動くっていうよりも一個一個どう表現するかっていうことのなんていうのが、まあ、いわゆる教材みたいな、そうですね、ね、そういうふうになって、これは今まで誰もこういうことは考えてないんじゃないかと思ってすごい感心したんですよ。よかったです。なんかあの、ね、うん、すごい子どもの時からあのバッハとかすごく好きで、うん、私の家の環境って私以外はみんなこう音楽がすごくできる人たちで、そういうなんかこうバッハみたいな曲を教材として、弾くことができて、うん、あの弾けるってすごく素敵だなっていつも思っていて、なんか踊りの教材になるような教材だけれども、うん、表現にもつながって祈りにもつながるような、うん、なんかそういう実験っていうものを作れないかな、そういうものがあればいいのにっていうのはすごく常日頃思っていたので、うん、いただけてすごく嬉しいです。いや私もね、私もほらあの Facebook で、あげましたよっていうことを私はめぐみさんにちょっとこう LINE で送ったりしたら、ええ、あね、私にも踊ってもらえたらと思ってたんでっていうふうに言ってくれたので、すごい私も嬉しかったんですけど、私も、まあ、時間があったらちゃんと取り組んでやってみようと思うんだけど、でやっぱりそうやってそのなんていうんですかね、今まで経験踊りの経験がある人とか今踊ってる人とかいろんな人のを見ると、今その踊ってどんどん表現力をあの身につけていきたいっていう時期の人たちもこう、あこの人はこう踊ってる、この人はこう踊ってるっていう感じでいろいろこう参考にもなるじゃないですか。そうですね、うん、間そのクリエーションの時の映像っていうのを配信したんですけれども、うん、多分その作られる時って直感で作られて、うん、ない逆に乗ってない意味のない動きだけれども、リハーサルの、うん、もしかしてここにはこんな意味が宿ることができるのかもと思って、うんうん、あのそのダンサーがキャッチできそうな声がするけれども、うん、それはどんどん変わることができて、鏡のように、うん、あの受け取り側だダンサーが、うん、自分はこういうふうな思いでやるとより実感があるっていうものにどんどん塗り替えることができる、うん、より鏡のようなものだなって振り付けて思っていて、うん、本当にこうなんかあの一人一人がこう踊って
投稿してくださってるのを私も見て、あ、なんかこんな風な解釈もあるんだって、あのそれぞれの解釈っていうのがすごくこう面白いなって思って、うん、見てて勉強になるというか、うん、あのね、あの振り付け過程の、ズームで撮ったあのね、紫藤さんと2人でやり取りしてるのを見てて、やっぱめぐみさんはあのその振り付けする時もその動きとかその感覚的なことも言語化するのにすごい長けてるなって思ったんですよね。ですか。で、でもね、やっぱりそのなんていうのかな、そういうその、なんていうの、やっぱ振り付けも感覚だから、この なんていうのかしら、その言語化しづらいっていうところあるじゃないですか。要するに、ね、身体の言語だから、その言葉とは別の言語であって、それは本当はリンクしないみたいなところってあるじゃないですか、うん、でもそれをいろんな方向から、その動きだけっていうよりもね、こういう雰囲気でとか、こういうつもりでみたいなことの、その説明がやっぱりすごく詩的であったりとか、あのあらゆる方向からできる人なんだなっていうのをすごく思って、私はほらめぐみさんのリハーサルっていうか作品は踊ったことがないからね、そういうところはあの拝見したことがなかったのでね。そうなんですよね、うん、でもあのなんていうのかな、例えばね、あのお芝居なんか、この間去年私は芝居をやって、それはもともとスペイン語で書かれているものを、英語のにしたものを日本語に翻訳したんですよね。で、その時にやっぱりその、演出家の方が、おっしゃってたのは、日本あのどう訳すかっていうのはやっぱりすごくあの常に翻訳ものの時はそれが一番難しいところなんだけれども、やっぱこの英語とかはその動詞でこうつな、あの表現されていくっていうか、一般動詞、で日本語っていうのはそういう言語じゃないじゃないですか、うんうんうん、で演劇でもやっぱりその外国の演劇はあの言葉も動詞でこう表現されていくっていうか、だからあの日本語にすると、それを日本語にするとすごく説明的になってすごく長くなっちゃったりとかね、あの、うん、あの英語だったら一言で済むところをその意味を説明しなくちゃいけないみたいなことになって、やっぱりちょっとニュアンスが違っちゃったりするっていうのはよくあるんですよね。で、ね、あの多分その、英語で芝居をする場合はその動詞でそのセリフが構成されているっていう感覚で、あのあらゆることが多分日本語よりももっとこうダイレクトに伝わったりとか、あのそういうことで、そういう言語で書かれているから、やっぱちょっと日本語とはまたちょっと違う部分っていうのがあると思うんだけれども、やはりめぐみさんはそのヨーロッパでずっとお住まいだったから、その英語もフランス語も両方堪能だと思うんですけど、ね、そういうなんていうのかな、言語感覚っていうかね、それが振り付けするときにもすごく影響してるっていうのは感じることあります？もしもね、日本語だけだとしたらまたできてるもの違うかもしれないみたいなのっていうのは、まあちょっとそういうことは難しいんだけど、結局だって外国で経験してきてるから今こうなってるっていうのもあると思うんで、そのこれが日本語だけだったらっていうのはなかなかあの難しいんだけど、でもその舞踊の言語っていうのはまた、日本語とも英語とも違うカテゴリーの言葉だとして、それでもやはりその、英語とかフランス語とかその違うもうちょっとこう動詞で、物語あのそのなんていうの表現が進んでいくような、その感覚の言語をその自分がその言語が話せるというか理解できる、でそれでも表現できるっていうことがやっぱ踊り上でも影響してるっていうのは感じることありますか？そうかもしれないですね。なんか今言われて初めて、うん、そういうこともあるのかなと思ったんですけど、なんか私が日本語で喋っていて、うん、日本語でこうあのリハーサルのやり取りをしている時ってどうしてもこう、うん、高い声になってしまってこんな感じなんですけど、英語で教え始めると and one and two とか言ってなんか声がぶわって変わって、うん、なんか声掛けとかもなんか、あ、いいです頑張ってくださいとかじゃなくて、うん、ゴーゴーとかなんかすごい変わる自分がいて、うん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 、
もうちょっとなんかこう、うわってこうなんか、なんか活動的というか、なんかこう、この辺がリラックスしていて、力がぶわって出るような、なんか声が聞く感じがして、うん、なんかそういうのも、うん、こう話す言語とか、選ぶ動画で、うん、変わるのかな、なんかこう、普段の生活で使ってる筋肉とかも、言語って。うんうんうんするのかなとかっていうのも思って、でも今言われてなんかああとか思って、そんなこともあるのかな、なんかちょっといやいや、さ、やっぱりめぐみさんのそのなんていうのこの、表現の仕方、うん、なかなか例えばそのなかなかこう日本語っていうか日本だけにいるとなかなかそういうその表現の仕方にならないみたいな、やっぱり、うん、なんていうのかな、とってもそのなんていう、自分が感じていることの描写の仕方も非常に詩的だったりとか、うんうんうん、あんまりその日本語でそういう表現っていうのはもう多分こう現代はもっともっとそういうのからこうかけ離れて言ってるような気がするんですよ、うん、日本語を使うっていうことでもね。で日本語でもなんか言葉がもっと短くなったりとか、そうですね、日本語の感覚的な言葉っていうのももう若い人たちはどんどんそういうことで表現し始めているけれども、それを聞いて私なんかもどういう意味って聞いちゃうような、うん、だけどその一瞬でもなんかそのいろいろ込められてるっていうのが、それも今の感覚でやっぱりその短い一言の中にもわーってこういろいろなんかこう意味合いが入ってたりとかニュアンスが入ってたりすると思うんだけれども、こうどんどんそういうこうちゃんと表現するっていうことがなんかその時間も短くなってるような気がしてね、これは多分世界中そういう傾向にあると思うんですけど、何しろスピードが必要みたいなっていう、うん、でもなんかねめぐみさんはそういうものに一切影響されてないような感じがして、これもすごいことだなと思ってるのね。で、で例えば、昨日も私は浪川さんとその前も水香ちゃんとも話したけれども、やっぱり、踊りなんか子供の頃からやってるとどうしてもバレエの世界もこう競争も激しかったりするじゃないですか、あいろんなね。でやっぱりそういうところで乗り越えなきゃいけないっていうところでやっぱり自分の中でもいろんなものが芽生えてきて、でやはり、そういうこともなんていうのかな、自分のものにしながらみんなこういろいろ成長するからやっぱりいろんな面が出てくると思うんだけど、なんかねめぐみさんは全くそういうものに毒されてない感じがしてそれもすごいことだなと思ってんの。なんか結構私もなんかキャリアの中でなんか初めて大役を踊るときに楽屋に入ったら楽屋中に細かいガラスが散りばめてあったりとか、初めての大役を踊るときにタイツの中に針が入ってて踊り子が血まみれになってたりとか、まあ、その競争社会の中でいる、うん、こうなんかこう本来持たなくていいような感情みたいなものを抱いてしまう場合が、うん、こう団体の中とかこう集団の中っていうのはもう本当にたくさんたくさん経験してきたんですけど、うん、さっき気候の勉強をしてっていう時に、はい、なんかこう、うん、いろいろなこう外からのエネルギーを車とかによく雷が落ちたら地面にアースで流してあげるのあるじゃないですか、はい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 、体の中をエネルギーをシュッてこう通してリリースしてあげるような訓練とか、あとイマジネーションでこう、うん、白鳥とか本当に白いのに結構水は泥沼みたいなとこ泳いでてもずっと、うん、なんかそういう風にこう体の外をそういうものが通っていくイメージとか、もしくは内側を通してあげるんだけれども、リリースしてあげる、うん、なものとかをこう結構体を通したメディテーションとかで習ったりという経験もたくさんあって、うん、そういうちょっとなんか悲しい出来事があったりしてもなるだけこうリリースするような、なるほどね。それで、うん、やっぱりそのなんていうのかな、気候っていうか
それをそのなんていうの、踊りながらそういうことも習得してきたっていうのが、そのめぐみさんの踊りのスタイルとか、うんうん、あとまあなんていうのかな、その人格形成みたいなことにおいてもものすごく大きな影響をしてるっていうことですね。そうかもしれないですね。うん、やっぱりこうなんていうのかな、私なんかもそうだけど、そういうの乗り越えれば乗り越えるほど、なんていうのかな、身についてきちゃうものがあって、だから私はまあそういうことを乗り越えてきたおかげで、やらなきゃいけないっていう時のそのなんていうのかな、集中力とか、あとそのもうここまでやんなきゃって言ったら、もうちょっとつ盲信で脇目も振らずガーッとやるとか、なんかそういうエネルギーの蓄え方とか、それの持っていき方みたいなのはなんかこう身についてることがあると思うんですけど、うん、まあでもやっぱりそのね、めぐみさんのようにこうなんか穏やかに安定してっていうのは、もうちょっとその対極みたいなところがあるからだからこれはすごいなっていつも思ってんだけど、うん、なんか今日朝の新聞で読んだんです、うん、なんか食太陽が当たると私たちで太陽の恵みを受けてすごく美味しいアイスができるとか思うじゃないですか、うん、でもなんか新聞にちょっと書いてあったのが、なんか実は植物にとってもこの紫外線とかってすごく悪くって、うん、その紫外線に対して自分を守ろうとするから、いろいろあのカロチンとかを作ったりとかして、それでこう栄養が入って赤くなったりして実りになるって書いてあって、うん、私たちの人生っていうのもこうなんかこう強いエネルギーっていうか、なんかこう自分たちをに害のあるエネルギーみたいなものを受けた時に、自分たちの内側から生まれてくるこうなんかそれにこう応じる力っていうか、うんうん、でそれがこう逆に自分たちをより成長させたり、よりなんか他者が食べたら甘くて栄養素のあるものに育って出られていくっていうか、なんかそうあるのかなと思って、うん、旗から見たら太陽の恵みと思ってたけど違ったのかと思って、うん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 、活動する中で自分たちにこうちょっとこう痛い思いをさせるような、なんかそういう経験っていうのが、だから本当に言うとそういうものが自分たちにとっての恵みなのかなって思って、うんうんうん、大記事からなんかすごくいろいろ考えさせられて、うん、今のお話伺ってて今急に思い出しちゃったんですけどなるほどね、うん、その、コレオグラフィックセンター、うん、これ私もね、なんかこの今回こういう動画とかを作ろうって言って、その平原くんからこうみんなに声をかけて、めぐみさんにも声をかけて、でなんかこういろいろやっていくうちに、私自身はもう踊り離れちゃって、まあ、10年ぐらいあんまりこういう活動をしてなかったんですけど、でもこうやっていったら、やっぱり自分の経験をなんかこう踊りの人たちとの間で生かしていくみたいな、そういうこともやっぱりこうする必要があるなみたいなことをすごく感じるようになったんですよ、うんうん、っていうのはやっぱりこう私もそのいろんな先生に習ってきたけど、ローラン・プティとかね、あとマイア・プリセスカヤさんとかね、ああいうその本当にの芸術家っていうか、本当にその素晴らしい活動をして、やっぱりそういう方々は全人生かけて踊ってきてるその重みみたいなものも、やっぱこう実際にその肌で感じてる部分があって、ああいう方々からリハーサルしてもらったりとかしてね、でやっぱそういうことの蓄積で今私は別の活動であっても表現をするっていうことを選んでやってるんだけれども、やっぱりそのローラン・プティ先生とかマイアさんとか、なんかああいう人たちから受けた影響っていうのもすごく、そのものがあるからこそできてるみたいなことを感じることがあるんですよね、うん、でそれはなんか自分のものだけにしないで、なんていうのかな、そのもっと若い人ともシェアするとか、そういうこともなんか考えていった方がいいんだなみたいな
っていうこともちょっと思って、その時になんかめぐみさんがそういうものを立ち上げられたってことも目に入って、なんかこうグッドタイミングっていうか、私も何かできることがあったらぜひお手伝いしたいっていうのはね、すごくそういう気持ちになりました。ありがとうございます、ぜひなんかこうやっぱりその日本は、やっぱ個人でやるしかないじゃないですか。まあ新国立劇場みたいなところがあったりとか、カートとかそういう国だったり地方自治体だったりそういうところが関わっていろいろやってるっていうのはあるんだけれども、でもやっぱ基本的にはその個人だったりするから、なかなかこうそれこそみゆみさんがさっきおっしゃったように、その帰る場所になるとか、やっぱり何かこういうところとつながってるっていうところので、やっぱりそのなんていうの、自分自身もこうなんかちゃんと勉強できてるという実感だったりとか、うん、ね、なんか そういう場所っていうのがなかなかないんだなっていうのは、私も踊ってる時からそれはずっと感じてたんですけど、やっぱりバレエ団であっても個人なので、やっぱこうできることは限られているっていうかね。であとはその個人個人のこう縦のつながりが多いっていうのが日本の文化だから、でなかなかこう業界自体が横にっていう、横のつながりっていうのは持とうとはしてても実は難しい部分があったりとかいろいろ出てくるじゃないですか。でも、まあ、例えば振付家として考えたら、そのめぐみさんのような経験をして今日本で活動している振付家もいないわけで、やっぱりそういうね、めぐみさんが、ああいうものを立ち上げてっていうのはすごくこの若い人たちにとっても支えになるものになっていくんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。そうなるよ、うん、すごいいいなというふうには思いました。なんか私この間そのちらっとこうもしもねここで話せたらと思って見といてっていうふうに言ったのあったじゃないですか。子供のダンス番組だったりとか見ましたのね。それはそう、それはいいダンスアカデミーっていう教育テレビでやってる、そうで私は知り合いからと話してる時にね、いや今この学校でもダンスをの授業がダンスの授業なのか分かんないけど、体育でダンスをやるのか分かりませんけど、どういうことをやってんだろうみたいな話をした時に、なんか教育テレビ、教育テレビって言わない、Eテレとかでもこういうのやってるんですよっていうので教えてもらったのがその e ダンスアカデミーっていうか、で踊りはやっぱり楽しく踊ったりとか、あと運動になったりとか、まあ、そういうことでいろいろ考えられて、あとまあやっぱりこう上手にああいうのでも踊れる子はやっぱりね、小学生でもかっこよく見える子もいるし、まあね、自分たちのその得意なものを芽生えさせていくっていうのはとってもいいと思うんだけれども、なんかそれプラス例えばその身体で表現するとか、そんなようなこともね、その学校の教育の中で増えていくと、そのもうちょっとその、あんまりそのなんていうのかな、踊りが好きでしょっちゅう劇場に行きますみたいな人じゃないような普通の人でも、踊りを見るっていうことに対してのベースになるようなものができるんじゃないかなっていうふうには私ちょっと思ったんですよね。でも多分、そうなると、じゃあ例えばじゃあ1分この1分じゃあ踊り作ってみようみたいなことで小学生がやったとしても、なかなかそれをそういう見て、あこれはどうだねっていう先生がこの一言何か言うっていうのも、先生の方もこれどう評価していいかわからないとか、なんかその評価の基準がなかなか曖昧だったりとかして、もしかしたらそういうのを教育に取り入れるっていうのは難しいのかもしれないけど、でもなんかそういうことがプラスアルファ、こうリズムに合わせてこう踊るっていう運動をするとかっていうだけじゃなく、もうちょっとその表現するっていうことでもその踊るっていうことを捉えてもらって、そういうことをちょっと 体育の時間でもこう取り入れてもらえると、またなんていうのかな、身体表現の見方とかもね変わってくるような気もするし、なんか私はそういうことってめぐみさんは考えられるんじゃないかなと思ったんだけど
なんか私たちの時代って創うん。作ダンスってなかったですか？ああ、ありました、ありました。なんか自分たちのグループで作品作って発表するとかを、なんか体育の時間でありましたよね。あと運動会とか踊りをみんなで作って踊ったりとか、結構それ私すごい好きで、中学生高校生の頃なんかすごい張り切って運動会とかでモルダウの川の動きとか作ったり 多分それが自分のこう振り付け家の原点なのかななんて思って、今は逆にないんでしょうかね。なんかねえ、まあもしかしたら中学生高校生ぐらいではあるのかもしれないけれども、なんかこうああいうことプラス小学生でも何て言うのかな、動きで自分のこう思ってるように動いてみるとかね、なんかそういうことができると、もしかしたら自分のこう意思をその、なんていう、恥ずかしがらないで言うっていうこととつながるかもしれないし、例えばこう決められたことをやっていい子って言われるだけじゃなくて、なんかこう自由に動くっていう、自由に何か自分の中のものを見つけて、こうなんかこう動いてみるとか、こう見てっていうような気持ちになれるとか、なんかその小さいうちからちょっとでもそういうことがもう少しあると。なんかこう今もね、小学生であってもなかなかその学校の生活っていうのは大変なところっていうのはあるみたいだから、なんかもしかしてこう、なんていうのかな、そういうものも取り入れてもらえたりすると、見る目も育つし、あとそのさっき一番初めにめぐみさんがおっしゃってたような、まあ、踊りがある社会っていうのは豊かだっていうことをね、そういうのともつながってくると思うし、なんかね、そういうのっていうのはどうなのかなと思って、そこら辺っていうのはなんか考えがあるかなと思って、ちょっと聞いてみたいなと思ったんですけそうど。ですね。今すごくこうお話を聞いてて、自分がすごくこう自分のキャリアの最初に就職したところを思い出すんですけれども、自分はユースバレーっていうところが小回りっていうのを必ずやっていて、ダンスでもあるけれども新人振付家の育成にもなる場所で、そして小学校のためにダンスを提供するんですけど、クラスをだいたい最初見に来て、子どもたちが見に来るんですね。でその後には学校まで出向いて、ちょっとこう体を使ったゲームみたいな、なんかそんな感じでちょっと踊りを教えてあげて、で最後にそういう子たちが本番を見に来てくれて、で子どもたちにダンスの歴史みたいなことをこう説明しながら作品を見てもらうんですけど。パリの街で歩いてると、なんかちっちゃい子供たちが「ああめぐみだー」みたいに学校にいとして言われたりとか、あとものすごいこうなんかオラン、あのフランスとかでもう過疎化が進んで、ゴーストタウンっていうようなこうもともとの炭鉱の街で栄えてた街とか、いろんなところに向いていくと、劇場とかなくって本当に公民館みたいなとことか青少年みたいな本当にちっちゃいとことかでも本番をして。で子供たちがすごく喜んでくれて、次の日バスが出発するときにもうずーっと走って追っかけてきてくれて、それがずっと心に残っていて、なんかそういうようなこういろいろな意味でのこう育成になってるけれども、心にこういうような活動を子どものときにそういうものを見てもらうみたいなことをやっぱり私もできるようになったらいいなっていうふうにお話を伺ってて、すごく思いました。頑張っていきたいと思います。ねえ、なんかこれは1時間ぐらいしか、1時間になるとバチャって切れちゃうって言って、あと4分みたいな感じになっちゃう。結構私初めね、30分ぐらいでしか対談なんかできないのかなと思ったら、平原君の時も40分近くになっちゃって、で次からもう1時間近くみたいになっちゃって、結局1時間ぐらいの対談っていうことになるんですけど、なんかこうあれですか、めぐみさんもいろいろ、私はもう本当に、まあ、こういう人なんだなって感心したんだけど、さっきちょっと、ライブのね打ち合わせっていうか、こうやったらつながりますねって言って話をしてた時に、なんかノートとペンを持ってらしたんで、必ずそうやって
準備するんだなと思って、でまあ私もねそうやって一応いっぱい書いて準備をするんだけど、なんかめぐみさんもそれだけ準備してくださったので話したいことあったかなと思って大丈夫ですか？大丈夫ですでもなんかの今回草刈さんにこうお声かけいただいて、すごくこうダンサーとしてエネルギーをもらったし、また自分のこう活動していこうっていうこう元気にもなったし、こういうやり取りを通して田中さん本当にかっこいいって思ってすごいと思って素敵って思って、本当にこうして今日1時間も2人で対談させていただけることになって、もう本当にたくさん力いただきました。もうそう言っていただけると本当に嬉しいです。またでもね、やっぱり私もめぐみさんももう例えばローラン・プチ先生も亡くなっちゃってるし、同じ経験は絶対にできないわけで、多分 めぐみさんの経験もそうだし、だからやっぱり私とめぐみさんは一本なんか作品作るべきだなっていうのはちょっとね私改めて思ったんですけど。ですね、本当にそういう機会が訪れますようにって、ね、もうぜひ何か考えましょう。もう私もぜひ、私もねずっとその今まで踊ってないんだけど、でもバレエじゃなくて私が踊るとしたらどんなものなんだろうって思ってたんだけれども、でもなんか今回 やってみたりとか、あとその鎮魂歌を見たりとか、そのめぐみさんとしとうくんのやり取りを見たりしたら、あ、これは私も今やれるものっていうのはなんかめぐみさんに作ってもらえるなっていうふうに思ったんだけどぜひぜひ、もしかしたらもうバチャって切れちゃうかもしれないので、まあ、今日はここら辺までっていうことで、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。どうも失礼します。はい、終わりますね。